泥臭い貧乏農家とは契約終了だ。もうお前の作った野菜はいらないよ。超有名店の新料理長は、野菜の入った段ボールを蹴飛ばすと、俺を大声で怒鳴りつけた。こうやって平気で人を侮辱してくる。こんな奴と関わり合うのはもうやめよう。俺はキャンセルされた野菜を泣く泣く捨てながら決心した。本当にいいんですね。後悔しても知りませんよ。うちの野菜がどれだけ素晴らしかったか身をもって知ればいい。翌日から新料理長は恐ろしい現実を見ることになる。俺の名前は矢野龍馬。実家は都心近郊で野菜農園を経営していて、青果市場に出荷するほか、野菜を契約レストランなどに卸している。俺は小さい頃から3歳違いの弟といつも野菜畑で遊んでいた。俺も弟もおやつ代わりにみんなで食べる畑のキュウリやトマトを楽しみにしていた。そんな影響もあって農業大学に進学。在学中は主に有機栽培について勉強し、卒業した現在は両親、従業員たちと一緒に実家の農園でより美味しい野菜作りに励んでいる。多くの人が知っていると思うが、農家の朝は早い。早朝に収穫した野菜を青果市場に出荷、契約レストランなどに配達する。うちの農園は昔から有機栽培に取り組んでいるが、時間と手間がかかり、毎日の畑の世話も大変だ。しかし、苦労をして育てた野菜は日本一美味しいと自負しているし、早朝から日が暮れるまで休みなく働く毎日だが不満はない。ある日、契約レストランの料理長の西畑さんがやってきた。西畑さんのレストランは都内のオーガニック料理専門の三つ星レストランで、野菜はすべてうちの農園のものを使用してくれている。うちにとって大口の取引先だ。いつも畑の様子を見ながら新しいメニューの話をしたり、試作品のデザートを持ってきてご馳走してくれたりする。一流シェフなのに気さくな西畑さんが来てくれるのをみんな楽しみにしていた。今日は様子が違った。何でもレストランは新しい料理長に引き継ぎ、西畑さんは両親の介護のために故郷に帰ることになったという。長い付き合いだったので、両親や従業員たちと別れを惜しみ、話は尽きなかった。矢野さん、レストランには料理を楽しみにしているたくさんのお客様がいます。私が故郷に帰った後も、どうか引き続きよろしくお願いいたします。帰り際に西畑さんは父の手を握ると、目に涙を浮かべていった。俺たちも寂しい気持ちで西畑さんを見送った。西畑さんの期待を裏切らぬよう、これからも美味しい野菜を作り続けると誓ったのだった。そして迎えた翌週の夕方、畑作業が終わり、みんなで一息ついた時に、赤いオープンカーが農園のそばにある我が家に乗りつけた。善人に聞いてると思うけど、新しく料理長になった片山だ。車から降りてきた男性がぶっきらぼうに名乗る。どうやらこの人が西畑さんの後任らしい。だが連絡もなくいきなり来たのでみんな戸惑っていた。片山さんは上質そうなスーツを着こなしておしゃれな雰囲気を漂わせている。先週からレストランで西畑さんと引き継ぎをしていたそうだ。コース料理のメニューを改変するから、今週出荷予定の野菜を見せてくれないか？みんな片山さんに圧倒され沈黙していたので、俺は慌てて野菜ハウスに案内した。いわゆるビニールハウスというやつだが、みんなで野菜ハウスと呼んでいた。本当にここで野菜を育ててるのか？ずいぶん古いな。片山さんは野菜ハウスを見るなり、嫌悪感丸出しで言った。
まあ、こちらです。失礼な発言に驚いたが、どう返答したらいいかわからないので、笑ってごまかしながら扉を開ける。どうぞ、こちらが今週片山さんのレストランに出荷する野菜です。怪訝そうな表情の片山さんに中を案内する。うちの農園はいくつか野菜ハウスを所有しているが、この野菜ハウスで栽培する野菜は、すべて片山さんのレストランに出荷するものだ。季節の野菜の種類に応じて野菜ハウスで育てるなど使い分けている。臭い。片山さんは中に入るなりハンカチを出し鼻と口を覆う。そして野菜ハウスから1分もしないうちに飛び出してしまった。よくあんなところで働けるね。あれ、肥料の匂い？後を追ってきた俺をじっと見ながら蔑むように言う。ずいぶん失礼なことを言うなと思ったが、きっと今まで畑に来ることもなかったのだろう。すみません、ただご存知の通り、うちの農園は有機栽培ですから、いつもこんな感じなんですよ。俺はこれ以上ない笑顔を作って言った。設備も壊れそうだけど大丈夫なんだろうね。うちのレストランに恥をかかせるようなことしないでくれよ。畑の周りをじろじろと寝踏みするように眺めると、私には無理、靴が汚れたなどと嫌味を言って、その日は帰ってしまった。西畑さんとは随分とタイプの違う人が料理長になったものだ。本当に大丈夫なんだろうか。今後の付き合いを考えて、俺はため息をつかずにはいられなかった。そんなある日の午後、片山さんから連絡が入った。新メニューに使いたいので、明日までに契約していたカボチャを出荷してほしいという。本来なら出荷の予定は1週間後だ。出荷日にベストな状態の野菜になるように微調整しています。ですから、ご注文の変更は無理です。俺はできるだけ感情を抑えるように静かに言った。実は先日は注文通り届けたのに量が多すぎると言われ、持ち帰ったトマトを泣く泣く処分する羽目になったのだ。どうしても必要だからと急に連絡が入り、他のお店に頼み込んで野菜を回してもらったこともある。他にも急な注文の変更が続いていたが、片山さんは金は払うからいいだろうなどと言って全くお構いなしだった。しかし俺たちはその度に対応に追われて、毎日の畑作業にも支障が出ている。おい、私の言うことが聞けないのか。三つ星の一流レストランがお前らみたいな貧乏農園と契約してやっているんだぞ。とにかく今収穫できる状態ではないことは分かっていただけますよね。予定より1週間も早いんですよ。いつものことだったが、偉そうに言われて俺は怒りがこみ上げた。いいから言う通り持ってこい。明日必ずだ。無茶を言わないでください。明日は無理ですよ。片山さんは電話の向こうで遠慮する様子もなく大声を出すので、俺もつられて大声になり、口論のようになってしまう。もういい、この役立たずめ。吐き捨てるような片山さんの言葉を最後に電話は切れてしまった。俺たちは野菜を最高の状態で出荷するために、種まきから生育過程など全てに綿密な計画を立てて日々細かい調整をしてきている。野菜は生ものなのだから、1週間も早く収穫したら旨味が損なわれてしまうことくらいは料理長ならわかるはずだ。いや、頻繁に農園を訪れて野菜の様子を見ていた前料理長の西畑さんとは違い、めったに畑に足を運ぶこともない片山さんには理解できないことなのかもしれない。俺たちが野菜作りにどれだけ気を使っているかわかっているのか？ふぅ、知らぬ間にため息が出た。ふと入り口を見ると父が立っている。大声を出していたのが聞こえてしまったのかもしれない。父さん、ごめん。
片山さんにひどい言い方をしちゃったよ。なんか我慢できなくて。俺が話し出すと、父は玄関に座り手招きをする。隣に座ると、うんうんとうなずきながら最後まで聞いてくれた。最近無理なことばかり言ってくるし、俺だって怒鳴りたいよ。嫌な役目をさせてしまって悪かったな。そう言って、うなだれている俺の肩を優しく叩いた。これ以上話をしていたら、俺は泣いてしまったと思う。悪いが、野菜ハウスのビニールを今日中に直してくれないか？俺は病院に行ってくるから。父は車のキーを取り出してポケットに入れる。そうだったね。今からやるよ。あ、これ持って行ってよ。衣類を入れた手提げカバンを渡す。母がおととい、畑で作業中に気分が悪くなり、病院に行ったところ過労と診断され入院していた。幸い大事はないと言われたが、数日入院することになった。最近注文の変更なども多く、仕事に追われていたので、母にも疲れが出たのだろう。じゃあ行ってくる。心配いらないよ。母さんはすぐ退院できるから。父は笑顔を見せて出かけた。俺は父の車を見送り、野菜ハウスに向かう。母だけではなく、みんな片山さんが料理長になってから圧力をかけられ、きっと疲れているだろう。片山さんのせいで、俺たちの生活はめちゃくちゃじゃないか。急な変更に対応しても、それを当たり前だと思っているようだし、これからもそんなことが続くのかと思うと、無性に腹が立った。それから一週間後、かぼちゃが予定通り、いい状態で収穫できた。このかぼちゃを見れば、きっと片山さんも喜んでくれるに違いない、そう思った。みんな片山さんの態度には腹を立てていたが、できれば以前のようにあのレストランといい関係に戻りたいと話していた。母も無理をしないようにと病院で釘を刺されたが、今は退院できている。俺たちがトラックに積み込み作業をしていると、片山さんから連絡が入った。お疲れ様です。今ちょうど積み込み作業をしているところですので、間もなく。それなんだけど、お宅のかぼちゃはもういらない。キャンセルね。早く持ってこいという催促の電話だと思い、先回りして答えた俺の言葉を遮り、片山さんが言う。鼻で笑っているような口調で告げられたその言葉に、俺は一瞬固まってしまった。我に返って慌てて尋ねる。どういうことですか？よく事情を聞かせてください。お宅の野菜はコスパが悪い。高い金を払って買ってやっていたのに、融通も効かない。だからね、今日で芋臭い貧乏農家とは契約終了させてもらうよ。俺は、たった今トラックに積んだばかりの段ボールを見た。今朝、みんなで収穫したカボチャが入っている。そんな、うちは精一杯努力させていただいています。味だって問題ないはずです。俺はうちの野菜に自信を持って。とにかく、もういらなくなったんだ。そんな臭くて汚い野菜は使えないよ。どこかの田舎料理にでも使ってもらえ。この言葉を聞いて、俺は愕然とした。苦労して育てた野菜が臭くて汚いだと？大切に育てたものを何だと思っているんだ。片山さんが料理長になってから、侮辱されたり振り回されてひどい目に遭っている。今回だって、もともときちんとした取引をするつもりもなく、何かあったらすぐキャンセルすればいいと考えていたのだろう。今までは前料理長からのいい付き合いを続けていきたい、そう思って我慢してきたが、もう限界だった。いいですよ。契約は終了にしましょう。ただし、後悔しても知りませんよ。もう片山さんとは関わりたくない。こっちから願い下げだ。はははは。
後悔するわけないだろう。それじゃあお達者で。片山さんは最後までこちらをバカにしたような調子だった。その後に出荷予定だったかぼちゃは他のレストランや直売所等に連絡をして格安だったがなんとかさばいた。うちの野菜は有機栽培なので本来ならば他の野菜より高い値段になってしまうが味は保証付きだ。どこに出しても喜ばれるのだから片山さんのレストランと取引ができなくなっても大丈夫だという自信が俺にはあった。それから一月ほどが経過した。俺が畑仕事をしていると業務用らしきバンが畑のすぐ近くに停車した。一体何だろう？特に誰かがやってくる予定もなかったので不思議に思って眺めていると運転席から降りてきたのはなんと片山さんだった。今日は例のオープンカーではなく服も作業着のようなシャツとスラックスである。おい、またお前たちと再契約してやるぞ。私たちと取引できなくて困っていただろう。相変わらず偉そうにして俺たちが畑で作業をしているところにずかずかと入ってくる。すみません、そこ入らないでください。さっき植え付けたばかりの苗木を踏みつけているので慌てて止めようとするが知らんふりだ。仕方なく背中を押して畑の外に誘導する。このオンボロ農園からまた野菜を買ってやると言っているんだ。ありがたいと思え。片山さんは大声を張り上げたかと思うと畑の隅にある石に腰掛けた。この人はどうしてこんなにも偉そうなのか。そのことに呆れつつ、俺は片山さんのそばに行き、上から見下ろすように立った。最近、レストランの客入りが悪いそうですね。この業界は情報が回るのが早い。うちの農園と取引が終わってから、レストランの味が落ちたと口コミが広がり、客も激減したという話も耳に入っていた。片山さんは下を向いて黙っている。きっとどうにもならなくなってこの農園に来たのだろう。そんな予想をしながら答えない片山さんに言ってやる。再契約はしません。お断りです。はあ？なんでだよ。俺の返答が予想外だったらしく、片山さんは慌てた様子で顔を上げ、俺を睨んだ。うちは三つ星レストランだぞ。お宅にとって大口の取引先だったんだろう。契約切られて苦しいんじゃないのか。強がるなよ。強がってなんていませんよ。確かに大口の取引先でしたが、うちの野菜を使いたいというレストランは他にもありますので、別に問題ありません。はん、こんなオンボロ農園の野菜にそんな需要あるわけ。うちの野菜はブランド野菜として名が通ってまして、どこよりも味にこだわっています。前任の西畑料理長はうちの味を信頼して契約してくれていたんです。うちの農園は昔から有機栽培をしていたこと、俺の大学での研究を生かし、ブランド野菜として評価を受けるまでになったことを片山さんに話した。ブランド野菜？私はそんなこと聞いてないぞ。片山さんは顔色を変えて慌て出した。私は何も知らなかったんだ。今までの非礼は謝る。頼むから昔からのよしみでまた契約してくれ。いきなり立ち上がると俺の手を取り愛想笑いを浮かべる。どうせうちみたいな貧乏農家と取引しても仕方ないでしょう。俺は掴まれた手を振り払い、片山さんを睨みつけた。そこをなんとか。やはりここの野菜は素晴らしい。またここの野菜で料理を作りたいんだ。片山さんは頭を下げて切羽詰まったように言う。あまりに調子のいいことばかり言うので、俺は吐き気がした。以前、俺に言ったことを忘れたのだろうか。うちの野菜は臭くて汚いはずでしたよね。あなたなんかに、うちの野菜で料理してほしくない。
もうこのレストランと取引することもない。そう思うと、今まで言えなかったことを吐き出すことができた。片山さんのレストランと契約がなくなってからも、以前からうちの野菜を買いたいと問い合わせをもらっていたレストランや飲食店と新たに契約することもできている。ありがたいことに、うちの野菜を買いたいという問い合わせはしょっちゅう来ている。思えば、片山さんのレストランがキャンセルした野菜を安く他のレストランにさばいて売ったことも、うちの野菜がさらに広まるきっかけになったのではないだろうか。お引き取りを。冷たく言い放つと、片山さんは再契約は無理だと悟ったのか、すごすごと帰っていった。もううちの農園に姿を現すこともないだろう。その後、片山さんのレストランは値段を変えたり、ブッフェ形式にしたりと、いろいろ試みたようだが、客足が戻ることはなかったようだ。うちの農園以外の取引先にも同様のひどい態度をとっていて、レストランの従業員たちも片山さんの性格についていけずにどんどん辞めていったという。人でも材料もなくなり、最後は店を開けることもできず、あっけなく閉店に追い込まれた。その後の片山さんのはっきりとした消息は知らない。ただ、風の噂で、イタリアへ料理修行に行ってたと聞いた。真相は不明だが、もともとは三つ星レストランの料理長になるくらいの腕前はあるのだから、海外で一から出直してみるのもいいかもしれない。それから数ヶ月後、西畑さんが連絡をくれた。ご両親は介護が必要だったが、思ったより体調がいいので、ご実家の近くで食堂をオープンする決心をしたそうだ。小さいですが、いい場所も見つけて話を進めているところです。しかし、お宅の野菜がないと店はやっていけない。お願いできますか？俺はもちろん、二つ返事で OK を出した。野菜は契約でいっぱいだったが、こんな嬉しい注文なら大歓迎なので、一肌脱ぐしかない。あのレストランには西畑さんの料理を受け継ぐものがあると思っていたので、閉店すると聞いた時には、あんなことはあったが少し辛かった。だからまた西畑さんの料理を食べることができると思うとワクワクした。ある朝、俺は作業着ではなく、新しい白いシャツを着た。冷たいお茶でも飲む？俺は居間に座っている父と母に聞いた。それはいいから、注文リストを確認してくれないか？父はテレビを見ているが、そわそわして落ち着かない。さっき確認したから大丈夫だよ。俺は上着を着て携帯をカバンに入れる。今日は西畑さんの新しい食堂のプレオープンの日だから、父は緊張しているみたいだ。もちろん、野菜はうちの農園のものを使うことになっていて、開店する前に一度試作メニューを食べてほしいと頼まれている。西畑さんの料理を食べるのは久しぶりだね。楽しみだ。そうね。いろいろあったから。最後にいただいたのは一年以上前よ。母もワンピース姿を鏡に映して嬉しそうだ。すっかり体調も良くなり、元通りの生活を送っている。従業員たちも到着して、みんなで思い出話に花が咲いた。ただいま。その時、玄関の扉が開いて、弟が入ってきた。なんだお前、今日は都合が悪かったんじゃ。そうだったけど、予定が変わったから急いで来たんだ。一緒に行ってもいいだろう？なんだよ、連絡くらいしろよ。料理は人数分しかないぞ。俺がはしゃいで言うと、弟がわざと驚いた様で手を広げて、おどけてみせる。今日は大勢の人を呼びたいから、料理はたくさんあるし、飛び入りも大歓迎って西畑さんがおっしゃっていたわよ。なんだよかった。驚かせるなよ。みんなで笑った。こんなに笑ったのは久しぶりだ。子供の頃や、大学で有機栽培の研究をして、
実家の農園で働き始めた時のこと、ブランド野菜として大評判になった時のことなど、嬉しいことも嫌なことも全部頭の中に浮かんできた。そうだ、俺は子供の頃からうちの野菜の大ファンだ。何があろうとこれからも美味しい野菜を作っていく。窓から見える野菜畑を眺めながら、俺は改めて決心を固めた。